すごい大事やわね。石野陽造雑談。今日は午2時に京都市内左京区の地下鉄北山駅からタクシーに乗ったところのトライソリューションという会社に行った。私のホームページをより良くするためにトライソリューションの原さんという人に会いに行った。原さんは当初京都から私の家に来てくれると言っていたが、彼は30代、今車椅子に乗っている。だから運転できない。運転する人と一緒に私の家へ来てくれると言っていたが、私の家にはまだ車椅子を受け入れるだけの体制がない。家の中はちゃんと平滑化していて凹凸はないが、まだ玄関から門に至る間に階段があったりして、車椅子で来たら抱えてあげて、さあそれから家の中は動けるけれども、エレベーターがあるから2階上がれるけれども大騒ぎになる。それで私はもう来んでよい。私が高槻から京都の北まで行こうということで今日行ってきた。今日初対面である。彼は30代、生き生きと車椅子に乗って仕事をしていた。私の知る限り、30代でも車椅子に乗っていてもしっかりしていた。人間がしっかりしていた。私の説明をしっかり聞いていた。こういうふうな人は本当に車椅子に乗って仕事するのにはもったいない人間だなぁと思った。もったいない。もっと車椅子に乗らずにバリガバリ仕事をさせてやりたいが、まあどんな事故で おったんか知らんけれども、どんな事故があったんか知らんけれども車椅子に乗って、私の周辺でこの原さんと比べると情けない生き方をしている連中がたくさんおる。人間車椅子に乗っていてもちゃんと生きられる。立派に生きられる。二つの足が揃って歩けていてもくだらないやつが多い。何も考えずにただ飯を食い寝てクソ垂れているようなやつが多い。まあその点私は今日は原さんにおいて立派だなと思った。車椅子に乗っていてもこれだけの仕事ができるんだから、車椅子に乗らずに自由に動ける男は女ももっともっと頑張ってよい。この世の中、昔は車椅子に乗るようだったらもう置き去りにされたが、今はこういうふうに身体に障害があってもいろいろ世の中は受け入れてくれるようになってきた。そういう人に対する仕事もどんどんできてきた。だから障害者だからダメということはない。僕自体が障害者である。障害者手帳を持っている。けど、
私を障害者ということを知っている人間はほとんどいない。私はもう暴れ回る、普通の人以上に行動する、考える。だから私を障害者と見る者は誰もいない。だけどもこれで25年以上前から障害者である。障害者手帳を持っている。障害者でも頑張れば通常人以上にやれる。だから世の中の人、自分が障害者であることに甘えずに頑張ることだ。頑張ったら障害者でも普通の人間以上にやれる。今日はそういう男に会えて嬉しかった。